よっこらせっと。どうも、皆さん、こんにちは。めちゃくちゃ、寝起きのアザーです。さっきまでね、寝てたんですけども、まぁ、ちょっと今日ね、疲れが溜まってて、その学校帰ってきたらすぐ寝ちゃったんですけども、まぁ、ちょっとね、声小さいかもしれませんけども、ちょっとそれはね、ご了承ください。ということで、今日はですね、なかなか動画が上げられなかったのをやっていこうかなと思います。まぁ、タイトルにも、ある通りなんですけども、皆さんですね、鉄道模型は持ってますでしょうか。僕はですね、先日前にその鉄道模型のね、車両の開封動画をですね、上げたと思うんですけども、まあそれもね、いつ前かっていう話なんですけども、なかなかね、鉄道模型に関してですね、動画が出せなくて本当にすいませんでした。そのね、間で何をしてたかって話なんですけども、ジオラマの作成をしてました。で、そのジオラマのね、作成をですね、今回紹介するのと、でね、どういう風にやってるのかっていう感じのやつを、やりながら紹介していこうかなと思います。ということで今回もやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では今回も行きましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、まずですね、その、ジオラマのね、作成してた、ことをですね、紹介していこうかなと思います。今ですね、何の画面になってんだって話なんですけども、これをね、横に向けると、ジオラマがあるんで、それを見せたいと思います。ということで、やっていたジオラマまで、3、2、1。こちらです。じゃじゃーん。みたいな感じで、こんな感じとなっております。まだね、全然できてはいませんけども、今こんな感じでやっていまして、これはですね、草をですね、巻いてて、いろいろね、この草とかね、葉っぱとかいろいろね、それをつけてやってました。で、まあ、こちらにマンションをつけたりとか、まあ、奥にね、ラーメン屋をね、つけたりとか、奥にね、車庫みたいなやつを作ったりとかね、してて、まあ、こんな感じでやっています。はい。で、まあね、この先どういう風に作っていくかっていうのをですね、紹介していこうかなと思います。で、まあ、どういう作り方なのかっていうのも紹介していきます。で、まあ、今回ですね、どこの部分をやるかっていうと、まあ、この部分もやろうかな。はい。この部分。はい。ちょっとね、謎に空いてる部分。ここをですね、作成していこうかなと思います。なんでここだけ空いてるかって話なんですけども、この動画を見せるためですね。はい。ということで、まずですね、どういうふうに、どのね、やつを使ってるかっていう話なんですけども、一応ね、こういうね、草がありまして、もうほとんどないんですけども、これね、もう一個買わなきゃいけないって話なんですね。こういう草だったりとか、まあ、こういう、色違いのやつだったりとか、まあ、こういうね、バラストみたいな、石みたいなやつとか、こういうね、砂とかね、こういうやつなんですけども、これちょっと英語でなんて書いてるかわかんないんでね、これちょっと英語詳しい方はちょっと教えてもらえたらいいかなと思います。で、まあ、これをね、使って作成をしております。で、まあ、こういうね、水で薄めたボンドとか、このね、習字じゃないわ。絵を描くときに使うこの筆とかね、こういうのを使って、塗っていたりしています。で、まあ、他にもね、こういう、いろいろなやつがありまして、これね、ちょっと、こういう草っぽいやつとか、こういうね、真っ黒のやつとか、で、またこれもなんか砂っぽいやつですね。はい。全部砂じゃねえかなと思うんですけども、こういうのをですね、使ってやっております。ってことで、今回ですね、この部分を、作っていこうかなと思います。それでは行きましょう。はい。ということで、作成していきましょう。ということで、まずですね、こういう風にですね、まず、プラストを巻いていきます。で、このね、筆を使って、鳴らしていきます。いやね、結構地味な作業なんですけども、まあこれがね、楽しい
かなっていう、まあ、ジオラマ好きな方はねこれが楽しいかなっていう感じです。僕じゃあの結構不器用なんで、あの結構下手くそにやったり適当にやっちゃうこともあるんですけども、まあね、なるべくちゃんとやっていこうかなと思っています。でこういう風にあの草をねだんだんバラストを巻いていって、で最後にねあのさっき見せたあの水のね薄めたあのボンドを使って、つけていきたいなと思います。もうこういう風に、ね、あっという間にねできちゃいます。はい、まだね全然ねできてないんですけども、あのねラーメン屋のねあの前あの開けてるんですけど、そこはね道路にしようかなって考えております。でこのねバラストのあの石を巻いてね、やっていこうかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、でこのボンドを使って、まず、つけていこうかなと思います。はい、ということですね。まあこんな感じでまだですね、まあ全く音意味のわからない状況になってますけど、ちょっと集合体恐怖症みたいになってますね。これちょっと集合体恐怖症の方でこう痒くなりますね。ちょっと気持ち悪いみたいな感じですね。はい、まだね、まあこんな感じで、なんだこれって話なんですけども、これ乾いたらねちゃんとなりますので、こんな感じでいつもやっております。これからねこういう草をつけたりとか、これからね木をつけたりとかしたりとか、そういう感じでやっていこうかなと思います。ジオラマのね作成してる方はですね、これを参考にしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。サブチャンネルの方もやっておりますので、そちらの方も確認してみてください。最後の視聴ありがとうございました。バイバイ。